ジャンプ流体感カラー作画。さっき聞いたら主人公ヒロインこう一発でいいって言うんで、じゃあよりをこういう感じで。これ今ラフの段階ですよ。下絵というよりか、これをね、なんとなくこう頭の中ではこういう感じにしようっていうのはあるんですけど、時間がかからないのは大体この感じがいいんですけどね。この角度をこういうふうに体を横にするのがいいのか、もうちょっとこう向けたのがいいのかっていろいろあるんですけど、まあ描きやすいのでこう描いていきましょう。大体まあこんな感じかなって決まったらですね、練りゴムというものでこうさらっと消していき、このアングルだと例えばまあこうやって目があってこういう感じなわけですよね。もう大体こうこっち横目で見てるね、こういうじゃなくて、向こうを見てるっていうこともできるので、どっちがいいかな。ノープランでやってます今。どっちがいいかね、これ。まあ普通に目線こっちに。こういう何を目的で描くかっていうない場合が非常にどういう絵を描いていいかなかなか僕悩んでしまうんだよね。まずどんなだったかな、もうちょっと漫画っぽいのか。ちょっと笑わせるか。そうなってくるとあんまり可愛さはなかなか。キャラクターによって二重の入り方が違えてるんで、このキャラクターがどういう風に入ったかもう忘れたんで、もう違うものかもしれないですけど、なんかな
耳の大きさは大事ですよね。でかくすると幼く見えるし。まあ耳出てこないんですけどね、このキャラクター。髪の毛このイオリってキャラクターは本当にね、髪の毛はめんどくさいんですよ。ベタでまたこれ、で今回カラーですよね、カラーなんでまた若干違うんですけど、あのベタの時このなんかこんな感じになってる感じが、デビュー当時あの非常に人間の顎にこだわりすぎていて、要するに漫画のこういうのとは違うものにしようと思ったんですね。簡単なこういうで、顎はこうなってたんで、人間のね、あの骨格を、顔の骨格を見るとこう顎、この部分って結構こう起伏があるもんで、それをなんとか活かせないもんかなって、ウィングマンの時はやたらとこうなってて、今見ると非常にコブみたいに見えてすごい嫌ですけどね。まあ体、待てよ、どんな制服だったか忘れたぞ。こういう、もっとほっぺがふっくらした方がいいのか。違うな。あ、ね、気がつくとさ、真横じゃなくなってるんだよね。いやー、女の子難しいな。あの女の子はね、綺麗に描かなきゃいけないからね、本当に辛いんだよね。神経を使うというかね。そうなんだろうな。なんかもう僕の目だとこれだともうほっぺが膨らみすぎだろうって思っちゃうんだけど、なんかこのキャラクターはやっぱりそういう、昔の僕の昔の名残があるから。こんな人います？こんな輪郭だけでこんなに小一時間悩むような。俺結構こういうとこつまずくんだよね、女の子は特に。なんかいくら僕はこう良しとしなくても、その当時の映画やっぱり読者としてはね、
全てですからやっぱちょっとイメージと違ったりとかする可能性も。いいかこれで。あとは体だな、体との関係性でも こうしたいんだよ俺は。横向きたいんだよ普通に。こういう感じに胸張ってりゃいいの。この制服のデザインがややこしいデザインしてからちょっと横向けなかったのかもな。こういうことなんじゃないの。いやいや腰ここカーブしてんだよね。ここカーブしてるからさ、よくこんな風にしたなこんな感じ。どこできんのか。ああ難しいね。難しいわ。なんだこの制服ここにこれがあって、これはこうで、だってさこうカーブしてんだよな。なんでこうしたのかな俺な。これでいいじゃん、もういいよ。こういうふうにちょっと自然にまとめちゃうと、なんかこのキャラっぽくない、いことないか。なんかこう跳ねてたイメージがあるんだよな。この髪はどこ行っちゃうの。させるかちょっと。こうやって描いてた気がすんな。あとこのめんどくさい制服のディティール、できたんじゃないかな。
そうですね。漫画のちょっとじゃあコピー機の方がいきます。このテーブル自体はライトテーブルになってるんで、まあパソコン使ってる人からしたらなんて手間のかかることやってんだろうと思うわけ。これでね、ここから聖書に入るわけですけど、ある程度ね、こうやって描いたらフィクサーチリフで線を固定させちゃうんですよ。こすんないように。こうやって後からなんかこう入れて気に入らなかったら、この線だけこう消せるんでね。まあこれパソコンだったら簡単なことなんですよね。
まあ、服んとこの影は適当に今つけといて、後でまあリキテックスとか、ここ黒、真っ黒なんで、とりあえずライド的につけといて、後で調整します。もう、ね、連載当時の書き方とは全然違いますけど、今こんな感じで書いてますね。濃淡が出しやすいんで、それを利用して色を塗るという形をとってますね。最終的にホワイトも入れたりとかして消すんで、そこまで慎重にってわけじゃないですけど、まあ、普通のペン入れよりかは結構慎重に線引っ張ってるかな。コミックはね、時間の勝負なんですよね。乾いちゃうとね、あんまり綺麗になじまないというか、にじまないというかね。ここは紙が湿ってる、もうこの白目も全部塗っちゃいます。湿ってないと次に置いた色がこうにうまく綺麗に滲んでくれない、ムラになっちゃいます。でこれ同じ色でも塗ってるとどんどん濃くなっていくんですよね。で今この時点でこのくらいの色で塗ってますけど、なんか乾くと薄くなったりとかして、思い切った影が乗せられないのが女の子の絵は僕は結構辛いな。
次どう塗っていこうかな、あんま僕は決まってないですね、どこ塗っていくか、次とか白いとこ塗っとくか、白いものの影、グレーでもなんかこうあったかい暖色系と寒色系があって、だいたい素材によってなんとなくこう決めてるんですけど、例えばこのスカーフのシルクっぽいのだと寒色系がいいかなっていう気がしますね。で、綿とかは暖色系がいいと思うので、水色もちょっと入れてみるか、白くというかサテンというか、薄い色の部分が入ったんで、まあ、濃い色入れていこうか。一応なんかハイライトの部分も意識して塗りますけど、このコピックの段階では僕はあんまりそこまで慎重には色味が足んない気もするけど、これでいい気もするし、なんかこういう作品の場合は淡い感じになって線がグレートーンの方が雰囲気が出る可能性がありますね。
この群村が嫌なんだよね。薄い色置いとけよかったな。仲良くないな。塗ってしまえ。お、濃くなっちゃったな。どんどん濃くなるんですよね、重なって取り返しがつかないかな。僕そのまあ汚くなっちゃったなと思って塗り直そうって時はいつもこうコピーなんで同じものをこう綺麗に塗れたやつを上から貼っちゃうとかね、よくやりますけどね。もっと濃くしたいところはこうやって墨線を入れていくことが最近多いですね。輪郭ぐらいしっかりさせとくか。なんかね、ちょっとシャキッとするとね、絵がつまんなくなる可能性もあるんですよ。シャキッとさせた場合もいい場合も多いですけど、なんか絵の雰囲気によってはあんまりふわーっとしてる方が良かったり、もっとなんか大胆な色をこう置いていきたいんですけどね。恐ろしくて、高校生だしこんな感じじゃね？ねえ、顔に化粧してるわけでもないし、もうちょっと輪郭。
うん、なんかできた気がします。コツね、コツ。さあ、考えたこともないな。いや、書いてみるしかないんだよな。まあ、死体の時から、まあ、振り返ってもらうと、なんとなく言ってる意味がわかると思うんですけど、ここの膨らみがこの程度あった方がいいのかないのかぐらいな感じで僕悩んでるんで。書いてみて、これは大勢の人が見て可愛いと思うのか思わないのかを常に判断しながら書いてるというか、そういう感じかな。だからテクニックっていうより感覚が大事なのかもしれないですね。そのみんなが可愛いって思う絵を描くっていうのはそういうことかもしれないですね。まあかっこいいも同じですけどね。ジャンプ流原神創作の現場から。じゃあすみません先生、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速、ちょっと仕事汚いですけどね、狭くてあんま汚いとこ映さないね。この仕事場いつから？もうどんくらいかな、20年ぐらい前かな。じゃあどうぞ。以前はね、下でが仕事場だったんですけど、家族が増えたんで、家族のうちは別にして、ここはリビングだったんだけど仕事場に改造したのかな。まあ、こっちはアシスタントだ。通常何人ぐらいのアシスタントですか？まあでも 3,4 人なんですけどね。一応予備のために机が、まあ、入れるだけ入れたというか、それでまあこことそっちで機能してる感じですから。例えばこいつのここの部分、こういうパーツ組だよみたいなことを僕は書いてるんだと思うんですね。で、うん、これには書いてないけど、この青い部分には何番のトーン、スクリーントーン貼ってくれみたいなのも指示してみたり。資料、うん、建物が多いですね。ヨーロッパの建、あの漫画で使うんで、そうですね。なんかこういう作画用の本っていうのはアシスタントの人たちのために買いますけど、あとはまあ写真は漫画で使えそうなものをこう買いますね。これ今この前やったガロのグレンの月、イラスト用の下絵というペン入れ状態で、僕のちょっと変わってます、ね、まあこういうのはデザインのためのなんかスケッチというか、これはまあいわゆるペン入れ状態というか、ペンじゃない、鉛筆ですけどね。僕の最近はイラストは大体鉛筆で描くんで、まあとにかくね、その実写物を片っ端から買う感じなんて、もう置く場所がないですね。とりあえず飾ってますけど、まあ仮面ライダーとかは僕らの子供の頃の、ね、マシュマロマンとかありますけどね。買ってはいいけど困ってますよね、置き場所でね。これどういう時に買われるんですか？インターネット良くないですね。ネットで見るとついついボタン押しちゃうんでね。もうそろそろそういうのもやめなきゃなと思ってますけどね。もう ほぼ今もスニーカーは卒業してほとんど買ってないですけど、若干昔にハマったんで、その名残というか、その 物欲というんですか。そうですね、なんかコレクター癖があるんでしょうね。今はフィギュア、まあ、よくできてるものはちょっと手が出ちゃうんですよね。本当に悪い癖だと思いますね、これね。こうイラスト描くときとかにこう刺激、あ、全然参考にない。俺ね、見ない、僕の机、これからご紹介しますけど、はい、僕の机の周りフィギュアだらけなんですけど、はい、結局何も見ないです。ここ
集中してるんでこの周りを見ることがない。基本的に何て言うんですかね、なんつったらいいの、ディスプレイするのが好きなんですよね。でこういろいろこうバランス見ながら置いてるのが好きなんだけど、結局置いたら満足しちゃってもほぼ見ない。ウルトラマンはもう染み込んでるというか、で最近こういう出来のいいのがね売ってるんでね、やっぱりどうしてもウルトラマン系は多いですね。デザインする時もやっぱりウルトラマン僕の中で基準なんで、もう究極のデザインだと思ってるからちょっとどうしても買ってしまいますね。僕今までこうなんだろう、恋愛ものが多かったんで美少女フィギュアとかがたまに出るぐらいだったんですけど、やっぱりこうタイガー&バニーってデザインしてから、もともとヒーロー好きの特撮好きなんでちょっと燃えますよね。やっぱり立体物はいいなって思いますね。いつかそういった願望というか、まあ、漫画ではなくそういったなんか特撮に携われたらいいなっていうなんかちょっとした憧れみたいなのがありますけどね。まあ、アニメばっかなんでね。これ鉛筆のホルダーなんですけど、本当はそういうこういうペンを刺す今器具みたいなのがあるんですよね。このペン軸みたいな、それをそれにこう刺してこれは使ってるかな。もうちょっとねこのシャーペンと同じ太さのものをここを長くリューターで削ってとか、これちょっと凝ったものを使ってたんですけど、自分で作ったどっか見当たんなくなっちゃって、今しょうがなくこの急遽作ったのを使ってますね。結構なんかこうシャーペンと同じぐらいの太さじゃないとなんかペンに変えた時に違和感がちょっと出るんで、それが嫌で。シャドウレディっていう V ジャンプで読み切りというか、なんつったらいいのさ、あれだな、あの時に初めてコピックをメインに塗ったかな。でもアイズの時はリキテックスっていう絵の具を使ってたんでね。あ、でも習慣のない表紙、ジャンプの表紙とか簡単なって言ったら語弊があるけど、時間をかけられない時はまあコピックを使ってましたね。まあその辺かな、その辺からもうコピックをメインで使ってますね。ジャンプで連載すること、まあ意識したこと全くないんですけど、影響力強いですよね。少年誌、ジャンプに限らずだと思うんですけど、読んでる人たちが多いからね。まあそれでありがたいところもあるし、まあ怖い部分もありますよね。まあなんかこれで勝負したいんだって時は、まあ少年誌っていう舞台は非常にいい舞台だと思いますけどね。そうですね、まあいろんなものにアンテナ張るのもいいし、観察することですね。まあ映画でもいいし、実際の人間でもいいし、人間の表情であったりとか、どういう時はどういう顔するんだろうなとか、あとはまあ僕なんかも、若いところを描けなくて、服のシワの入り方とか、ズボンの裾がうまく描けなくて、学生時代に電車に乗って高校まで行ってたんですけど、その時にもうひたすらズボンの裾をこう見て、あ、こういう風な構造になってんだっていうのを覚えた記憶がありますんで、まあ
俺、うん、なんかね、写真よりか実物のものを見た方が入ってくるかな。立体的にこうどういう構造になってるか見えるんでね、観察することかもしれないですね。まあそれ観察とはちょっと違うけど、まあ映画とか小説でもいいですけど、ジャンプ流実技漫画テクニック、第17回掛け網。今回はトーンを使わずに陰影を表現する掛け網のテクニックを学んでいこう。まずは基本となる4掛けの描き方。均等な感覚で線を引いていく。4方向に線を引いたら4×完成。続いて 2×、足元の長い影などをつける際に効果的だ。長い線を描くことが多いため定規で引いていこう。2本目の線はあまり角度をつけずに描くのが上手に見せるポイント。掛け完成。最後に応用編として、掛け網でグラデーションを表現する方法を紹介。まずはグラデーションの当たりをつける。続いて当たりに沿って掛け網を描いていく。線の間隔を広くすることで濃淡をつけていく。続いてベタを塗る。最後にバランスを見ながら濃淡の境目を調整すれば、グラデーションが完成。濃淡のバランスを身につけるため繰り返し練習しよう。掛け網の描き方をマスターし、漫画表現の幅を広げていこう。